江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって、そうだ、このシーンがあったんだよ。龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。というわけが第1章までの物語です。というわけで第2章やっていきます。第2章、斎藤はじめという男。二度見。お、地元やん。京都やないかい。マジでさ、まあこんな感じではないけど、建物の勤王とはあれはまだ残ってるよね、現代日本の主君と会うことである。この屋根の感じとか、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。怖っ。寺田屋。お龍ちゃん、お昼の準備できとんな。はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけん派起こしてきて。まだどうすか。ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。頼むわ。そう。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの。そう、前回ね、川に飛び込んだんですよ、この子。もう起きなはれ。はよ、起きてって。また朝までお酒。そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。お龍ちゃん、もうええ、ほっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさか。逃がしゃしまへんえ。しまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの。悪いがいい。サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。ええけど、別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。序章の貫禄どこ行ったよ。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。おい貫禄が龍馬の部屋について。ここ寺田屋の龍馬の部屋では倉庫が使用できます。また特定の状況下では時間帯の変更を行うことができます。さて、とりあえず出たらいいね。旅館か。めっちゃでっかいな。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、
まったく、今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。新選組ね。幕府が新選組作ってからこっち、町中血生臭くてかなわんわ。そうだな。博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ、親も泣くんとちゃう？余計なお世話だ。あっそう、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。お登世さんの声が良すぎるよね。さすがパクロミさんだよ。いいね、この抜けてる感じがいいわ。おいおい、何やあいつ。まあでも刀持っててこの感じやから余計目立つよね。お、急に変わるやん。目立たないようにわざとやってるってことか。なるほどね。ラインが鳴った。へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。殿！なんだそこだ！もう一遍言ってみる！どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まあそうなるよな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。おい、ちゃんと手に渡せ。俺らも相手してくれや。のう。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、片より実践を重視している。序章に出てきた敵ですよ。その使い手を探してんだ。それで町のめぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流つったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。バカ強かったぞ。それで話はしまいか。あれ、この背中見覚えがある。やっぱり無駄足だったな。まさか。おい待てや、ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ。一対一で勝負せえや、ほんま。せっかく道場まで来たんじゃねえか。そう、囲みやがって。穴の穴でっかいな、こいつ。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。鼻の穴でけえな、おい。やばい、ちょっと待って。操作方法一回下がって。
込んどるし、意外に木刀楽しかったな。旦那、斉藤の旦那。カラスか。よくここが分かったな。コードネームかっこよすぎるやん。これでもカラスの銀次で通ってる男です。そのくらい分からねえと情報屋なんて務まりませんよ。かっけえなこいつ。ところで今日は何か収穫はありましたか。いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすればこの手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かで、あらかた今日の道場は見たんじゃないですか。ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか。いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。いや、強かったぞ。旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか。天然理心流は江戸の市営館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで京に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは、おっと、骨が折れますよ。見覚えがある人が。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか。これって厳しい。まあ、いただいた前金の分だけは仕事させてもらいますから。それじゃ。でもああいう情報やって絶対情報持ってるはずやねんな。なんかそんな気するもん。あ、柴犬が可愛い。柴犬、うわ、モフモフしてる。なんやあんた、行こうか。絡まれたか。おお、ワンちゃん多いな。柴犬なんかしてる。福引券何に使うの。今日の町中に落ちている福引券を使うこと、福引をすることができます。あ、なるほどね。ずいぶん賑やかなんだな。おい、俺ね、あれ絶対なんかあるわ。毎回行くわ。本当にお金はないんだって。勘弁してくれ。嘘つけ。神社の神主が呼び方合ってんのか。金を持ってないわけねえだろ。さっさと出さねえと痛い目に遭うぜ。大学の同級生に似てる。神様助けて。いや、マジで大学の同級生に似てる。あ、今度は木刀じゃねえ、真剣だ。ちょっと待って、これはランブスタイルでやりたい。ランブスタイル嫌いだから。あ、銃だった。一発もダメージ食らってないです。
南部スタイルがマジで使える。さあ、助けたお礼に君は一体何をくれるのかな。何をくれるのかな。そんなことはないよ。得？でもなんかこういうなんて京都多いよね、こういう話。お、なんか出たぞ。なるほどね。さまざまなご利益を受けることができる。僕が得られるような行動をしていくと町の人たちからの評判も上がります。評判が上がると町の人もより親切に接してくれるようになり、より町での生活がしやすくなります。ってことはさっきみたいななんか絡まれるっていうのも少なくなるのかな。積極的に町の人やお店と交流して徳を集め評判を上げていきましょう。こういう徳とか素材のなんか落ちてるアイテム拾うっていうのも大事なんだけど、こういうゲームって特にあのね、武器強くしたいよね。何笑ってんだよ。そうなの。だるそうだな。参拝。ああ、なるほどね。あ、50しかないのか今。ちょっと待って。50しかない。お、祇園での評判上昇。市民。見覚えのある地域の名前は。まあ、コツコツやっていく感じですかね。どこで向かえばいいんだっけ。あ、すいません。もう気をつけてよ。すいません。どこ。ちょっと待ってや。なんやなんや。あ、さっき一枚引いたやつ。余計ながら。
一発が重い。いや、ようわからんやつに絡まれたで。どないしてちゅんや。え、なんか千年樹の枝、なんかすっごいもらった。ちょっと待って、ちょっと待って、俺今何をするんやったっけ。あの情報屋を対して期待できるのに少し間違いある。すいません、俺ね、今目の前にあの広がってるあれ、絶対に A じゃないか、絶対そうだよ。 A じゃないか、 A じゃないか。着物着てる女の人の動きがキレキレやわ。サブストーリー A じゃねえか。これ現代でやったらなんかすごいことになりそうやな。ああなるほどね。まあでも旗から見てもちょっとやってみたいってなるもんね。トノなるよ。楽しい雰囲気じゃなくなってるよ。なめとるなこいつ。舐めとるな。さあどうする。トノやべえだろ。なんか若干顔が緩んでるし。おもろいわ。何やこれ。殿いいなぁ、ノリに乗っとるなぁ。切り返しが早い。ようないわお前。ちょっとこれは素手でやる。なんで刀なの。刀持ってるやつには刀出るよ。ちょっと待って、こいつ HP キャッチ。こんなでかい男よう勝ちれんな。中村さん、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 えぐり込んでおります。パンチスタイルいいな。なんで笑ったんや。
ないさ。これでも得ポイント溜まっていくんかな。はい。坂本龍馬さ、ツッコミのセンスあるよね。あ、あやって、おすげえ、300もらえた。めっちゃもらえるやん。あ、すいません、なんやあれ、ごめんなさい。めっちゃ安いの。いらっしゃいませ。えらいな。おお、そうやそうや、そう、あの序章のねボスでね結構回復薬使ったんですよ。だからちょっと何個か買っときましょう。ありがとうございます。一個しか買えなかった。そう、こういうね小さいものはねちゃんと拾っておかないとダメなんですよ。くびき剣か。うーん、どこ向かったらええんやろ。猫ちゃん、人が今忙しい時に。あお、すまへん。どないしょ。どこどこ、れおい、もうええて、ええて、血を塞ぐな。ほんまにそれやで。刺さってる、刺さってるで。またあれです、あれ、あそこ見てくれまへんか。なんや、トノブ。今あそこ見てくれまへんか言われてたやないかい。ちょっと待とうね、ちょっと待とうね、ちょっと待って待って待って、ちょっと回復をさせて。油断してると死んじゃう。おい、後ろから切るとは何事だ。まさかこれは。さて、ピンチです。これはどこに向かえばいいんでしょうか。これはまさか師匠。バックマン、この人ね、龍が如くシリーズではあの格闘系のあの師範代みたいな立ち位置の人なんですよ。任せろ。力戦奮闘、心技一体。バカマン。バカマン。しかしもしめじもないわ。
リアクションがいいね。え？バカマン！お前は木刀を持つんかい。 R2 の攻撃を当てた後、視覚連打最初の一撃を当てた後はヒートゲージがなくなるまで視覚連打で連続攻撃が可能です。うん、そういうことか。うん、うん、めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しかった今。格闘スタイルも極めたいって思ってるところなんやけど、ちょっと一回出ます。ストーリーを進めないとね。あのオラオララッシュよかったわ、楽しかった。そうで街を探索して犬の顔、一面壁が出たって話知っとるか。知らずやったらどうするの。お、やっと進んだ。めっちゃ遠回りしてたんや俺。お待ちくだはれ、お酒のお代は付けにしとけや。こないだ薩摩もにはそうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけどあなた方のはどちら様へお付けしたらええのかわからしまへん。うるせえ、俺らは金王の獅子だ。天下国家のために命がけで幕府と戦ってんだろうが。この野郎、何突っ立ってんだ。名前が白い。詫び入れろや。あんたら、ええんでっか。新選組呼びます。なんだと、ババア。もう一遍言ってみろ。こういう時刀抜いたらダメなんじゃないの。はい、てめえも詫び入れて出すもんだぜ。あいにく金もクズに下げる頭も持ち合わせがねえ。てめえクズってのは誰のこった。決まりだこの野郎、天誅受けろや。おい、本当にもうよく刀を抜く人たちばっかりですな。もうほらしい。Oh!
解決する。これが男のやり方です。おおきにお侍様、最近は安易な出会いが多くて、おかげでほんま助かりましたわ。団子うまそうだ。一両もらった。ここで言う1万円みたいなもん。多分なんかね、あの大きな門のところ行ったら、ああ、やっぱり新選組やん。鼻でけえな。おい、あれ見ろ。ありゃ新選組だ。いいか、引き返そう。この人、恩師は坂本。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ。ヒット脱本してからどこにおったかじゃ。覚え出すな。ありゃ新選組ぜよ。やばい、逃げるがじゃ。こいつ余計なことしやがった。逃げやがった。おい、捕まえろ。隠れろ。新選組大使たちとのチェイスバトルです。新選組の追ってから逃げましょう。追っ手に追われているときは画面周囲が赤く染まった状態になります。どういうこと？隠れるか追っ手から距離を離すことで追っ手を振り切ることができます。追っ手を振り切ってから目的地を目指しましょう。なるほどね。この近くにいてボタン押したら隠れられるのか。あ、まるで隠れられるのね。おお、そっか、追いかけられてる状態やった。おい、子供、隠れる場所。あった、これ、違うんだよ。安いし、こないんだよ。これでバレないのがすごいよ。そうですな、売っとこもよう。こっちはバレないんだよ。置物が、ちょっと待てよ。ほな、待って。おっしゃ、今出る。すげえ。オッケー。ここからこう行って、おっと、すみません、あのねだろ。左。オッケー。あぶねー。成功。緊張感すごかった。もう大丈夫だ。まさかこの声は。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ今日の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは。おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然地震流の使い手は見つかったのかい？なんだと？何か知ってる顔ですよ。誰なんだあんた。気がつかなかったかな？さっき道場にいたんだけどさ。ってまあ、影に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応
勤王の獅子ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か。まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今今日の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや、近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想当たるんだな。釣れないな。それじゃあ、そうだな、まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。うん？これでも俺長州藩切っての情報通って言われててね。情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところ、あのカラスとかいう情報屋、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置きなら、俺がこの京で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。悪があるな。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、西の河原と呼ばれるところを根城にしてる。龍が如く知ってるし、通称よく知ってる西の風呂屋。西の風呂屋、依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより信じて裏切られた方が少しは前に進める。めっちゃええ言葉や今の。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に今日の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで命がけだ。少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。斉藤はじめだ。斉藤さんね、覚えとくよ。そんじゃ。悪がある男ってやっぱかっこいいよね。長州藩の新堀か。隙があるようで隙がない。不思議な男だな。
こんなところで寝泊まりしてるってめっちゃええよな。さあ夜まで休もう。本日の一枚はこちら。タコの愉快な日常をお届け中。YouTube 概要欄にリンクの方を貼っていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回をお楽しみに。